原告記念の日を祝う宝塾祭ですねどこよりも先駆けていつか本日トヨタで市民の集いを行いますウェルカムコンサートとしてディオ5 0から2人で心を込めて歌わせていただきますそして演奏させていただきます。皆様のお手元に花は咲くという曲が 歌詞カードが入っておりますやはり日本のいろいろなものを考えたときに「東北の震災は大きかったですね」何が大切なのかいろいろなものを考えさせられた大事件だったというふうに思っておりますまず最初2曲は「ディオ5 0からのオリジナル曲でまいります。 人は夢や希望そういうものがなければ生きていく力が湧かない夢広場をお届けいたします。 大切にしている無限大のありがとうという曲がありますこれは子どもたちにもいっぱいありがとうを言ってほしい大人の人たちにも言ってほしい軽く言ってほしい1 <laughs> 曲に60回のありがとうを言葉を入れました子どもたちに結構人気なんですよこの歌を最後に歌わせていただきます

ありがとうございましたピアノそれから作詞作曲もしておりますすぐるまゆみそしてリオ50からの村岡千佳でお届けいたしましたありがとうございましたこれより記念式典を始めさせていただきたいと思います本日司会をさせていただきます ボランティア会小さな小さなボランティア会温かい会の村岡と申しますよろしくお願いいたします ありがとうございましたそのまま立ったままでこれまでトヨタを建国記念の宝祝祭をずっと支えてこられた県全体的が杉田健一先生であるならばこのトヨタを健一先生と共に本当にあのずっとずっと支えそしてこの地域からえー、っとこう皇居の清掃の 人たちをいつも取りまとめて30回ですね組織を作られて向こうに行かれた方がありますその方が園部千二さんと言いますこの方の歌は私とはまた違って本当に深みがありますどうぞ皆様園部さんの歌声を聞きながらぜひ歌詞カードを持って 一緒に歌ってくださいお願いいたしますそれでは紀元節の歌雲にそびゆる 高じほの高根おろしに草も木もなみきふしけんを 今日こそ楽しけれうなまらなせるハニヤスのいけ みの波にあみしよう仰ぐ今日こそ楽しけれあまつひつぎの 高みくらしよよろずように動きなきもといさだめしそのかみを 仰ぐ今日こそ楽しけれ空に輝く日の元のよろずの空 たぐいなき国のみはしらたてしようあおぐきょうこそたのしけれ ありがとうございました。ご着席ください、ありがとうございます。主催者、挨拶としまして、建国記念の日を祝う市民の集い、in トヨタ、実行委員会委員長、伊藤幸男よりご挨拶申し上げます。えー、皆様、こんにちは。 本日は建国記念の祝典にご参集くださいまして誠にありがとうございます実行委員長の伊藤と申します本日の祝典を行うためにご尽力くださいましたスタッフの方々に感謝申し上げますそしてこの後ご講演いただく尾長先生に、えー、はるばるお越しくださいましたことに 感謝申し上げま小尾木先生はこのところ毎年ご講演をいただいておりトヨタ建国記念日といえば小名先生という定式が成立しているような感があり本当にありがたいことだと感謝申し上げます主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます、えー、今年のチラシに こうありますね、えー、建国をしのび、国を愛する心を養う日、えー、国を愛する心ですね、これを養う日とあるわけですが、もちろん私たちは、えー、今日、えー この日だけけに限っているわけではありません毎日養っていかなければならないと考えるわけですが「えー、国を愛する心」という言葉で思い浮かべるのは、えー、どういうものでしょうそれを考える一助になればと願って以下申し述べたいと思います、えー、ふるさとという歌がありますよね。 うさぎおいしいかの山こぶなつりしいかの川郷土、えー、美しい三種水明の自然懐かしい人々これを愛する心そこに愛国の原点本質があるそれが私の、えー、結論です今まだ上映中の映画「ラーゲリより愛を込めて」ご覧になりましたか もうそろそろ終わるのではないかと思いますが映画からいろいろなことが読み取ることができますが私が一番感銘を受けた点は郷土愛家族愛を描いた作品であるということですね祖国愛です、えー、ラーゲルというのは旧ソ連で行われた捕虜収容所 強制収容所のことですねソ連というのはソビエト社会主義共和国連邦の省略で、まあ、共産主義の国家体制ですね共産主義というのは非常に過酷な支配の仕組みを強いているもので自国民に対しても過酷ですが敵国の者のに対してはものすごく過酷な仕打ち取り扱いをするのですねしました。 ソ連は日本を非常に憎んでいたようで、まあ、日露戦争で負けたという払いせもあったのかなと思いますが天皇皇室をいただく国であるということが、まあ、そこも気に入らなかったのでしょうそこで1945年8月にですね日ソ中条約を破って満州に攻め込み日本軍民を捕まえて 暴虐を振るっったた上連れ去っていきました満州以外の地での抑留者も含めると60万人弱と言われていますがソ連のあちらこちらで収容所に詰め込まれ過酷な状況の下でされ働かされました強制労働ですね原作はこれですねダモイハルかにこれをもとにした映画が、えー これですね「ラーゲリより愛を込めて」えー「ラーゲリより愛を込めて」という映画は、まあ、これらの抑留日本人抑留者の、えー、うちシベリアで抑留された人々を描いたもので過酷な状況の中で人としての誇り思いやり勇気希望それを失わなかった日本人たちを 描いています人間の弱さも描いていますね利己心も描いていますねしかし最後主人公山本畑夫という方ですがその方の衣装を彼の収容所の仲間たちが手分けして記憶し日本に帰還した後山本の家族に届けるシーンが あります。圧巻です。白日ですね。涙が流れると思いますが、私も泣きました。私はこれを祖国への愛と呼びたいのですが。広く日本を見渡せば、まあ意義を述べる方はいるかもしれません。まあ、郷土、祖国、家族愛と愛国心は違うとですね。 まあそういう議論が起こるのは、まあ、国という言葉概念捉え方には重層的複雑な意味があるからですね。えー、このラーゲリーからの帰還はですね舞、えっと、鶴市に、えー、引き上げ記念館というのがあるんですがそこにいろいろ、まあ、展示されている。 ものが大変参考にななるかなと思います私も行ってきましたそこをぜひ見ていただければより一層理解が深まるかなと思います YouTube もいろいろありますのでこういう YouTube ですねこういうのもありますので参考になればぜひ見ていただければいいかなと思いますさてですねこの図ですけども 世界価値観調査というものがありますこれですけどもそれによりますと「国のために戦いますか?」という質問に対して「イエス」と答えた人の割合これがですねこれ全部各国ですけども日本は世界最低13%でした一番上がそれですねえ別の調査では若者の 7割以上が戦わないと答えたそうですまあこれをどう考えるかちょっと難しいかもしれませんまあひょっとしたら政府が命令して他国に攻めていくようなことはしないという思いかもしれませんねもしそういうことであればなかなか自制的だなと思いますがそうではなく他国が攻めてきても何も抵抗しないということであれば 私はとととても危ういいことだなと思います、まあ、確かにですね国というのは単に海山川のことだけではありませんし家族友人知人同胞のことだけでもないことは確かですね生活全体のことでもあります道路があり鉄道があり会社があり医療があり学校があり文化がありお祭りがあり神社仏閣があり長い歴史があります。まあ、それら全てを 営み包み込んでいる巨大な集団ですねそして仕組みがありますね議会があり官僚機構がありいろいろな法律があり強制力権力が発揮されます、まあ、国にはこういう面もあってこの対面的複雑な集団の中で我々は生きているわけですがここに国の複雑さ多様の面があって、まあ、考え方が分かれ いいろろ混乱すするわけですね、えー、国のためには戦いたくないという時その国とは強度家族同胞とは何か全然違ったものなんか権力者とか軍隊とかあるいは仕組みそのもののことのようにすり替えられているんではないかなというのが私のちょっと疑問に思うところですね。その結果戦わない 結果、民族の自滅へと誘導されているのではないかなというふうに、えー、いろいろ思っております。えー、さて、ちょっと話変わりますけども、えー、っとつい先日、上映が終了した映画、多分あまり知られていないと思いますけども、ミスター・ムーンライトという映画がありまして、ご覧になりましたかね。 多分ないいと思いますけど、私は見に行きました。1966年6月ですね、ビートルズが来日したわけですね。で、武道館で公演をしました。まあ、その現場に行った方は、おそらくここにはいらっしゃらないと思いますし、私も行ったわけではありません。映画はですね、ビートルズを日本に呼ぶために働いた。 動いた人たちのことあるいはその証言当時の日本の雰囲気みたいなものを淡々と取材し編集したものでしただから面白いかなというのはまあいろいろ意見が分かれるかなと思いますけども私には結構面面白白かかったでですすねね舞台裏を見る面白さですか、ね、私も一応高校生の頃からのビートルズファンで好きな楽曲はたくさんあります。 彼らの来日の経緯にはたくさんあ大変興味があったので、まあ、映画を見に行ったわけですがその中でえっ、ー、と思うびっくりしたことがありました、えー、何かと言いますとです、ね、映画の最後の方で当時の警備の状況とかそういうものを映した実写フィルムが使われていたんですねでその中で いわゆる右翼のの団体の方々なんでしょうねあるいは外旋車というんですかね、えー、そういうトラックみたいなものに乗って旗を振ってビートルズを叩き出せとか書いてありましたね車体の後部に愛国と書いてあったんですねそれ見ても私びっくりしたんですけども私も自分では一応愛国者だ,だと思っておるんですけどもでも同時にビートルズも 大好きなんですねえ来てくれてよかったなと心から思っているのですが当時の愛国者の方々の中にはビートルズは日本を汚すものだと思われていた方々がいたんだなとちょっとびっくりしたわけですで愛国とはなかなか難しいものだなと改めて思いました、えー、ビートルズの公演は えー、武道館で行われましたよね、まあ、それにもいろいろとけんけんガクガクの議論があったそうで神聖な武道館をあんなとんちきな連中に使わせてはならんというような声も結構あったそうですねでもその後武道館ではいろいろなロックコンサートなども行われるようになりましたね多くの人々に愛される伝道人になったかなと思います。 神聖さが薄れるというよりはむしろますます神聖さが増しているのではないかなと、まあ、思いますけどもつまりですね愛国とか神聖とかいう概念は狭くかくななものではないのではないかという言いたいわけですね日本人はもともと非常に包容力のある奥深いものの考え方をする民族であったと思います。 今もそううだろうと思いますそれはずっと歴史を遡ってそうだっただろうと思いますが特に明治以降の教育の中で培われたものだろうと思います。ここに昔の修身の教科書ですね復刻したものがありましてこれを読むといかに日本人の美徳 それを寛容する、安ない育てるということが重視されていたかがよくわかります。正直、真偽、誠実、寛大、寛容ですね、えー、あるいは感謝の思い、礼儀、礼節、勤勉、努力、もう本当にたくさんの特目が挙げられ、良い日本人になろうと。 諭されていますよき日本人ということではですねまあ先謁なことを申し上げるんですけども私は私の祖父のことを思います私は父が早くに死んだので母が幼子を連れて実家に戻りました実家はとても貧乏な家でしたが祖父がとても立派な心を 持っっていいいいたた人人で、えー、正直誠実勤勉慈愛深いそういう人だったと思います、えー、貧乏でしたから学校には行けませんでしたけども、えー、工学心は非常に旺盛で新聞などは隅から隅まで読んでいた人でしたテレビは NHK しか見ないというですねそれもまあ えー、祖父なりの潔癖さだったかなと思いますけどもでその祖父の口癖は「清く正しく美しく生きよ」だったんですねいつもそう言ってました私もそれをいつも聞いて育ちました、まあ、そのように生きた人だったなあと思っておりますけども私は祖父のことを思うと とてもかなわないなと思います。あんまり身内美意義なことを言ってはいけませんが、偉い人だったなと正直思っているんですね。で、祖父は明治の人なんですね。明治という時代、明治の教育、日本という集団が祖父を作ったんだろうと思います。つまり私にとって愛する祖父は、 日本という国が作った人であり祖父を愛することは日本を愛することに通じます私にとって国は良きものであり愛すべきものであり愛するに足るものですそういう実感がありますもちろん国は仕組みでもあり思い通りになることばっかりではありませんね特に政治となると これはなかなか厄介ですね。税金はかかりますし、何かしようと思ったらいろんな制約があります。政策が間違えば、ひどいことになる場合もあります。愛国心が揺らがされることがないとは言えません。えー、先にですね、国のためには戦いたくないという国民が圧倒的に多いという話を紹介しましたが、 どうしてこんなことになったのでしょうやっぱりあの戦争の影響ではないでしょうか大東亜戦争の悲惨な敗北という事実がありますねそこからあんな無残な戦争に国民を駆り出して大きな被害不幸を招いた この国といいうものは信用できない国を愛するとろくでもないことになりかねない不幸は愛国の未明に乗ってやってくるそんな言説が説得力を持つかなと思いますそしてそういう言説を振りかざす人々がこの国の思想層にどっさりと入り込み至るところで大手を振ってきました 私も大学、大学院でそういうことをよく聞きました。しかし、本当はどうだったんでしょう。えー、大東亜戦争の、えー、一番不可解な点はですね、真珠湾奇襲ですね。 なぜこれを行ったのかということですね。どう考えてもおかしいのです。そう思いませんか思われませんかあの頃1930年代ですね、アメリカの国民は反戦世論が圧倒的に多いかったんですね。これは事実なんですね。ヨーロッパで戦争が始まったとき、 1939年ですね、多くのアメリカ国民は、ヨーロッパの戦争には関わるなと言っていました。だから、ルーズベルト氏が、異例の3期目の大統領選に出馬したとき、私は何度でも言う、我が国の青年を決してヨーロッパ戦線に送らないと言って当選したんですね。 まあ本心は違っていたと思いますけどもそう言わなきゃ当選できなかったんですね日本はそういう国アメリカの国情を知ってたんですねだからアメリカを挑発したらいけないと固く思ってたんですねでアメリカからすれば日本を挑発して日本に一発打たせたかったんですね真珠湾奇襲はそれに応じたということです 結果的にそうなってんですね。そしてアメリカの世論は一夜にして変わりました。ガラッと変わったんですね。でここでですね、まあ、難しい議論になるわけですが、一つの視点が可能かなと思うんですね。あの頃の我が国の非同層の一部、中枢にはあえて、 日米開戦を図って、日本の敗北を招き寄せる、その時革命を起こすと企んだものがいたのではないかということなんですね、まあ。なかなか難しい問題だと思いますけど、これはですね、敗戦革命戦略というもの。 でありましてロシア革命の指導者レーニンですね彼が発明したものですねそれまでの革命戦略は労働者階級を立ち上がらせてゼネラルストライキを打たせてなんだかんだというそういうものだったんですけどね全然違う戦略が出てきたんですねでこれが見事ロシア革命に当てはまりましたええー、1930年代ですけども 世界は大不況でした。もう資本主義はだめだ。そういう思想状況が世界に蔓延していました。私も大学院ではそういうことばっかり勉強させられました。させられたというのはさしましたねえ。まあ自分からしたわけですけども。知的エリートの中にこういう思想が広がっていたようですね。そういう思想で見ると、日本は、 財閥の支配する遅れた資本主義でありおまけに古代から続く天皇の存在があるどうにもならない、まあ、これでは国民は幸せにはなれない共産主義革命を起こさなければならないそれには軍部が邪魔だと考える人々が増えていたんですねでマルクスの資本論私も昔よく読みましたけども そういう本が最高の価格である、これ嘘ですけども、最高の価格であると当時信じられていました。今も信じている人がいるかなと思いますけど、まあ、それは嘘ですけどね。念のために触れておきますけども、共産主義者と共産党員とは同一ではありません。共産主義者はもっと広い領域です。共共共産産産主義者のの一部に党党員がいる共産党の 他にたくさんの共産主義者がいいるそういう関係です共産党員でない共産主義者が名前を挙げようと思えばいくらでも挙げれるんですよ政府中枢にもいたんです、まあ、あえて名前は言いませんけどもいましたで自国の敗北を望むというのは普通はですね「売国度」などと罵倒されるはずですけども彼らの見方によっては自分たちこそ真の愛国者と 思う。そういうところもあるんですね。まあ、そういう思想状況もあるということですね。あの頃、思想層にそういう思想に絡め取られたものがいなかったかどうか。私はいたと思いますけども。これがよくよく研究されるべきことなんですね。これはもう一つの視点。だと言って、あえて言っておきますけども。真珠湾奇襲の不可解さ。を思うと。 そういうい視点がが立ち上がってきます今まで隠されていたとたと思いますけども、まあ、そういう研究が今進んでいるということだけ言ってここでは言っておきましょうで真珠湾奇襲がなされてですね日米開戦が始まりましたそうなってしまえばよき日本人は戦うんですね強いられた戦争余儀なくされた戦いという構図も いろいろと演出されましたから、よき日本人は、真面目に、懸命に祖国防衛のために立ち上がるんですね、事実そうだったですね。で、私が思うのは、ですね日米開戦を招き寄せ、よき日本人の愛国心につけ入り、これを煽り、実は自国の敗北を狙う。 そういうい陰謀がなかったかどうかここですね共産主義者の敗戦革命戦略それがなかったかどうかいく百万の英霊はその結果かなと思うと涙が出ますねともあれ大東亜戦争の敗北が愛国の思想に動揺をもたらし ここれを安易にに信じるととは不幸の源だという言説に活気を与えておりますね。しかしですね、もしですね、その敗北が共産主義者の働きによるものだったとしたら、その働きは今でも続いているということですね。今、我が国の人々の愛国心がズタズタにされている。 されていますけれども、されているとすれば、実はそれをもたらしたのは、共産主義者であろうと、そういう視点が成り立つのではないかなという、まあ、ここでは問題提起にとどめておきます。実はですね、私たちの日本の伝統的な愛国の思想は、決して好戦的なものではないですね。他国を侵略して北総 そういう愚劣なものではないですねありません正直誠実勤勉な良き日本人で構成されたこの民族を大切にしていこうそれが愛国の心だろうと思います、えー、ここで草ぎ隊のことに触れたいと思います 国を愛する心ということで、私が真っ先に思うのは特攻隊です。大東亜戦争の末期、日本の若者たちが飛行機に乗って、あるいは潜水艦に乗って、敵機敵艦に体当たりしていきました。何のために祖国日本を守りたくてですね。そのの頃日本中の 都市町が空襲を受けて焼き払われていました昭和20年の3月10日には東京が焼き払われ一夜にして数十万人の死傷者が出ましたこういうこともあったですねこういう状況で我が身を捨ててでも一矢報わずにおれないという若者がいたのですねこれもよき日本人の 究極の姿でしょうよき日本人だからこそこういう決意をするわけですねしたわけですで皆さんご存知ですかここトヨタの地に特攻隊の訓練基地があったということですね、えー、浄水地区ですねえー、今ではですね 電車の駅ができてマンションが立ち並び住宅も増えておりますけど昔は広い松林とこに飛行場がありました海軍の名古屋航空隊の訓練基地ですここで厳しい訓練を重ねた若者たちが昭和20年4月から6月にかけて計4回出陣し 56名余りちょっと数字には幅があるんですけども一応56名余りと言っておきましょうその方々が参議されましたこれを草薙隊と言います熱田神宮に奉納されている剣草薙の剣これにあやかってつけられた名前です草薙隊と言います 特攻基地の出,現特攻の出撃基地としては鹿児島の知覧とかですね万世とかですねそういうところがよく知られておりますけどもまあそこは最後の出撃基地で特攻,員特攻隊員たちはそこに来る前にそれぞれの訓練基地で訓練していましただから私はこの訓練基地こそがこの若者たちの青春の最後の日々を 抱きしめたところであっただろうと考えております。彼らはそこで訓練し。眠り。語り合い。さまざまな思いにふけった地であっただろうと思います。もし彼らの魂が宿る地があるとすれば。そここそが。それではないかとさえ考えております。あだやおろそかにはできない地だと。 考えていますこれが現状ですねこういう形になっております徳子隊員の方々ですね名前が刻まれております浄水の地区会館ですかここには遺品が飾られております資料があります こういうものもありまして隊員の写真が集合写真がありますこれ第一陣ですその状況ですねこれが第二陣です胸や帽子に桜の小枝を刺していますね4月12日だったと思いますけど 今少年院の脇を通ると桜並木がありますあの桜の並木がまだ若かった頃だろうと思いますけどそれを折り取って刺していったんだろうと思うんですね多分愛機の中にも刺していたんではないかなと思いますもうじき桜の作品 日がやってきますけどもぜひそこへ行ってその桜並木を眺めてああこの桜を沖縄まで運んだんだなと想像してくだされば幸いかなと思います。ああすいません なんか。あれ。まあ、それはともかくとしてですね。この方々は出撃にあたって、ご自分のお心を記しておられます。遺書にそれが記されています。一つだけ読みます。 これにあるんですけどね。長尾博史、中尉。第三草薙隊指揮官。佐賀県出身二十二歳。昭和二十年。四月二十八日参議。誠意を受け。 22年の長い間小生を育まれた父母上に御礼申し上げます親不幸の数々お許しください小生の体は父母のものであり父母のものでなく天皇陛下に捧げたものであります小生入隊後は亡き者とお覚悟ください 小生も良き父上良き母上良き妹二人を持ち心置きなく大空の決戦場に臨むことができます父上もよ吉子久子小生と心得をはく育みください母上父上のこと末永くくれぐれもお願い申し上げます 父母上のまた妹のご健康をお祈りいたします父さん大事な父さん母さん大事な母さん長い間いろいろとお世話になりましたよしこ久子をよろしくお願いいたします靖国の社頭で お目にかかりましょうでは参りますお体お大事にご両親兄弟姉妹に対する愛が記されております国を愛する心とは突き詰めればこれだろうと思います 最後に私の歌を捧げたいと思います愛国の心は何かと問うならば父母腹らからを愛する思いとありがとうございました <laughs> えっと最後にですねあのこの中にえー 一枚、えー、草薙鯛を語り継いでいきませんかというチラシがあーペーパーが入っていると思うのでそれをご覧になってよろしければ、えー、ご賛同いただければ幸いです本当にありがとうございました失礼します伊藤幸男実行委員長ありがとうございました